皆さん、こんにちは。かつてアイドルとして活動していた西田ひかるさん、世はバブル期、令和の今ではアイドルに年上の芸能人が声をかけるなどハードルが高くなっているようですが、当時はそうでもなかったようです。今回は西田ひかるさんが番組内で語った自身のモテぶりをエピソードをもとに振り返ってみたいと思います。1988年に芸能界にデビューし、1990年代初頭にかけてトップクラスのアイドルだった西田ひかるさん、生まれてから10年以上をアメリカ・ロサンゼルスで過ごし、帰国後はバイリンガルの才色兼備タレントとして活動してきました。ハイカラビデオ。その後モデル、歌手として活動した後、女優としての活動を本格化します。近年はベジタブル&フルーツマイスター、野菜ソムリエの資格を取得するなどマルチな才能を発揮しています。2024年5月14日の昼のバラエティ番組ポカポカに西田ひかるさんが出演しました。まず出演当時に51歳であることが分かり、視聴者をあっと言わせています。そして番組内で若い頃に大御所芸能人に口説かれたことを明かしました。当時の様子を赤裸々に語っています。先輩の誘いを無下には断れないと事務所社長同席のもとあったそうです。若い頃の西田ひかるさんには芸能人だけでなく、バブルで景気の良かった医者や実業家のファンも多く、見合い話が引きも切らなかったそうです。西田ひかるさんは前述の通り生後感もなく、父親の赴任先のロサンゼルスに渡り13歳まで現地で過ごした帰国子女です。アメリカンスクールに通っていた15歳の時、航空会社のキャンギャルに起用されたことで芸能界に入りました。帰国子女で現役上智大生とこれまでにない特徴が受けたのだと専門家は述べています。加えてショートヘアにあどけなさの残る顔、高尚 G カップの胸をビキニやハイレグに包んでグラビア界を席巻した、額装したお宝写真も飛ぶように売れたと元グラビア誌編集者も語ります。1988年にはミュージカル小公子セリで主役を務めたほか、アイドルとして歌手デビューを果たしました。当時は松田聖子さんが結婚を機に一線を離れていた頃で、次世代の中山美穂さんや斉藤由貴さんが台頭してきており、女性アイドルの世代交代の過渡期でした。そこに殴り込みをかけたのが西田ひかるさんです。帰国子女で現役上智大生とこれまでにない特徴が受けて人気を集めました。 NHK 紅白歌合戦にも4回出場しています。その後女優業にも進出し、ドラマデパート夏物語は代表作となっています。1991年には24時間テレビのチャリティーパーソナリティ、1998年の長野五輪に向けたアンバサダーなど芸能人としての大役を射止めてきました。そこはやはり帰国子女の大卒という知的な部分がタレント活動に大いに寄与していたのでしょう。またハイカラビデオ、私物やグッズを販売するチャリティーバザーにも積極的でした。西田ひかるさんといえば8月16日の自身の誕生日、大勢の人を招くバースデーパーティーが芸能マスコミの季節の風物詩だったこともあります。ここまで順風満帆な芸能人人生においてつまずきも皆無でした。イメージを崩しかねないスキャンダルもほとんどなく、アメリカ仕込みの明るいキャラのまま30歳を迎える年に3歳年上の貿易会社副社長と結婚してしまいます。あっさりと結婚に舵を切ったことで、西田ひかるさんの結婚についてあまりよく知らなかったという人も当時出てきたほどです。友人の紹介で交際するうちに一生のパートナーとして意識した、そう語るお相手は関西出身で面白い人だと伝わっています。その後父の仕事に合わせ米国へもたびたび渡航しました。その間に二児を設け、2006年から兵庫県西宮市で生活しているといいます。食育をテーマにした本を出版したり講演会を行ったりした経験もあり、今では両家の奥様相としているのです。そのため家庭中心の生活ゆえテレビに出演するのは稀となりました。ポカポカに出演した際、キー局の生放送は何年ぶりかしらと笑っていたそうです。夫婦仲は良好ということから、ここまで成功街道を進んできた芸能人も珍しいと言えるのではないでしょうか。そんなトップアイドルだった西田ひかるさんですが、なんと林家こぶ平さんが初めての相手だったという噂話があるのをご存知でしょうか。
西田ひかるさんと林家こぶ平さんの間に何があったのでしょうか。西田ひかるさんと関係を持ったとされる林家こぶ平さんは、初代林家三平さんと海老名佳代子さんの長男であり、林家こぶ平とは全名で、現在は林家正蔵という大名跡を継いで噺家として活動しています。そんな林家こぶ平さんが西田ひかるさんの初めての相手だったという噂について、いろいろと見ていきたいと思います。まず、事の発端は、西田ひかるさんと林家こぶ平さんは昔付き合っていたという話が始まりです。西田ひかるさんと林家こぶ平さんの噂は、あるタレントの暴露トークから始まりました。当時の林家こぶ平さんは、いじられキャラとしていろいろなタレントにからかわれる存在を一種の芸風として確立していたのです。一般公開のラジオでタレントの北野誠さんが林家こぶ平さんに質問した時にポロッと言っちゃったのだと伝えられています。ちなみに、タレントの山瀬まみさんもテレビで、なんで林家こぶ平と付き合っていたんだろうと昔の自分のエピソードとして語っていたことがあるそうです。当時、林家こぶ平さんはいじられキャラとは裏腹に意外とモテモテだったようです。どうやら西田ひかるさんとの関係性については、林家こぶ平さん自らの情報のようです。さすがにリップサービスとはいえ、一般公開のラジオで嘘を言うとは考えられないので、西田ひかるさんと林家こぶ平さんとの噂は本当の可能性が高いと考えられます。林家こぶ平さんがなぜモテるのかに対して、業界関係者は口を揃えて次のように述べます。ああ見えてこぶはモテ男、金はある、豆だし、芸能コネクションも豊富といった声が上がっているようです。まさに林家こぶ平さんは女心をくすぐるのが上手なタイプのようです。西田ひかるさんをも落としてしまう林家こぶ平さんの魅力、伝わる人には伝わるのでしょう。どうやら林家こぶ平さんはおとなしそうな顔をしていますが、西田ひかるさんとの関係を周囲に話しまくっていたみたいです。さすがにご自身から発信しない限り、失礼を承知で言えばこの噂が出てくることは皆無のような気がします。当時、西田ひかるさんとのスクープ記事はなかったようですので、林家こぶ平さんがわざわざ言わなければバレずに済んだ話でした。西田ひかるさんと林家こぶ平さんの噂については、林家こぶ平さん自らが語っているという点からも、関係は本当だった可能性が濃厚です。しかし、すでに何年も前のことですから、今更大きな話題にもならないと思われます。ただ、意外なところでカップルだったという裏話としては、とても価値のある情報ではないでしょうか。現在ではご本人同士も話題にしていないようですので、不問に伏すのが一番正解なような気がします。いかがだったでしょうか。今回は西田ひかるさんの私生活を中心に深掘りしてきました。番組で語っていたように、昔の芸能家は若手のアイドルでも平然と先輩に誘われるというのが当たり前の世界だったようです。現在は子育てと家庭のことに専念しているようで、本格的な芸能活動復帰とまではなっていないようですが、時折今回のように番組の中で昔話に花を咲かせるのも面白いかもしれません。ただ、子育てが一段落した暁には、バイリンガルな能力を生かして再び活躍することを期待したいものです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。